はい、どうも、哲学とです。今回はですね、ディアブロイモダルを始めたばかりの、方向けに、まあ、重要なね、アクティビティの一つである、ヘリクアリの襲撃について解説していきたいなと思います。こちらのイベントなんですけども、毎週月曜日と、あと木曜日の3時に、報酬のリセットが行われるようになってますので、まあ、月曜日、木曜日、は結構ね、ヘリクアリの母兵とかたくさん立っていますので、まあ、始めたばっかりで、まあ、固定チーム入ってないとかっていう方も、ぜひね、まあ、積極的に参加してみてほしいなと思います。で、月曜日と木曜日、毎回ですね、5体までの、敵を倒すことによって、まあ、報酬がゲットできるという形になるので、まあ、自分のね、適性のある、ところに入っていただきたいなと思うんですけど、まあ、その中でですね、まあ、8人のパーティーで行うとね、この追加の宝箱の方が、ゲットできるような形になってますので、まあ、8人のレイドでやるのが望ましいかなと思います。で、固定チームの場合はこのタブロを強化するためのポイントももらえますので、まあ、なるべくね、固定チームに所属して参加する方が、お得かなと思います。で、固定チーム4人以上で、回した場合はね、永遠なるレジェンダリー宝石を購入する権利がもらえるね、バウチャーの方がもらえて、これはね、エルダーリフトの左側にいる、紋石商人の方からで、購入ができますので、使ってみてほしいなと思います。はい、まあ、なんていうのかな、この月曜から木曜のね、レイドをやっておくだけでかなり戦力に差が出てきて、で、最後のね、報酬に関してはこの、悪魔の亡骸というものを、各部位に、はめることができるようになっているので、まあ、高い値のものができてたら、つけてあげると。で、それ以外のものはですね、解体すると、ボイドスラグというポイントに還元されて、それによってね、このヘリクアリのレベルを上げることができて、攻撃力とか、あと生命力、意志力とかっていう基本パラメータが上がってくれるようになりますので、まあね、ヘリクアリのレベルを上げるためにも、毎週2回ね、ヘリクアリの方、月曜日と木曜日の3時、からスタートしますので、どこかに入ってみてほしいなと思います。この強化をやるだけでかなりね、戦力として上がっていきますので、忘れずに、プレイしてみてほしいなと思います。はい、今回も動画見てくださってありがとうございました。哲学とでした。